東京オリンピックの代表選考を兼ねた、競泳の日本選手権、第6日は8日、五輪会場の東京アクアティクスセンターで行われた、女子100メートル自由型決勝は、白血病で、長期療養していた、池江里加古、20、イコールルネサンスイコールが53秒98で3年ぶり3回目の優勝を果たし、100メートルバタフライトの2冠を達成、 日本水泳連盟の定める個人種目の派遣標準記録53秒31に届かなかったが400メートルリレーの派遣標準54秒42を突破しメドレーリレーに続いて東京五輪代表入りを決めた決勝は53秒台を出すという目標を立てていたので達成できてすごく嬉しいレース後 池江は笑顔で話した。7日のレース後、池江は自身の写真投稿アプリ、インスタグラムを更新し、男子100メートル自由形を制して代表入りを決めた中村克美、糸満闘神とのツーショットと共に、決意をこう記した。明日は私の番。その言葉通りの泳ぎだった。前日から、 決勝のイメージを膨らませていた。予選の54秒30こそ、思った以上の記録に驚いたような表情を見せたが、準決勝は後半の道からを入れる狙い通りのレース運び。自分のやりたいレースができた。決勝は前半を少し上げて、後半は自信があるので、思い切り上げて泳ぎたいと思う。日本記録。 52秒79を持つ自身を含め、国内では2人しかいない53秒台を視野に入れて臨んだ。4日に涙の優勝を果たした100メートルバタフライは、異形の本職と言える。筋肉量がフリー、自由型より必要というバタフライに向けたトレーニングは、100メートル、自由型の強化にも生きた。西崎サムコーチが、 バタフライの体への刺激がフリーにもつながるといえば2月の東京都オープンで復帰後初めて100メートルバタフライを泳いだ池も100メートルバタフライを経験したから100メートル自由形に自信がついたと前向きに捉えていた先かなと思っていたという100メートルで2巻を果たし 9日からは50メートルの2種目に向かう。連戦の疲労が懸念されるが、池江自身の泳ぎができれば、4冠も十分、射程圏内だ。全種目に出て、全力でレースを楽しみたい。3年ぶりに戻ってきた池江の日本選手権は、盛大なストーリーとなる可能性が出てきた。池江、2種目で五輪内定、 53秒台の目標を達成できて、嬉しい競泳の日本選手権で8日の女子100メートル自由形決勝を制し、400メートルリレーで自身2種目目となる東京オリンピック代表内定を勝ち取った池江里花子、ルネサンスはレース後、こう語った、53秒台での優勝でした。53秒台を出したのは嬉しいんですけど、 もうちょっと出したかったというのが正直な気持ち。ギリギリではあるけど、新しいチームでリレーを組むことができて本当に嬉しい。泳ぐたびに自身への期待は上がっているのか。そうですね。この種目は特に4番に入れるか、派遣を切れるか切れないかというところが、自分の中にはレース前からあった。決勝は絶対、 53秒台を出すっていう目標を立てていた。達成できて嬉しいです。次のオーディオビデオでお会いしましょう。